風が強いな。はい、ということで、現在は風が強い根室駅前の通りでございます。これからちょっと根室駅の方に行ってみたいと思います。はい、今根室駅前通り、向こうの方に根室駅が見えますね。根室駅からですね、今日は出発して釧路の方に、行ってみたいと思っております。古い建物が多いですね。根室駅、今ちょうど8時です。ここに幸ありが流れておりますね。あ、そう、黄色いポスト。さあ、ここからですね、剣を張って、スタートしたいと思います。行きます。あ、すごい。ここで買えるんですか。今は朝粥は買えますけれども、はい、朝粥。あ、じゃあ一つもらおうかな。あ、ありがとうございます。朝は朝粥なんですか。そうですね、ただ弁当がちょっと作れないので。一時用の記者は、はい、駅弁をやる。駅弁になるんですか。はい、甘いですとか。多分薄味だと感じたら、これを少しずつ、後ずどうぞ。あ、昆布醤油。塩ですね。塩。塩。塩。はい。おかゆに塩をかけると。ご自分で、お好みの味に仕上げて。調節しながら。はい。多分ね、開けづらいかもしれないので、はい、一応輪ゴムつけておきますね。ありがとうございます。はい、あ、瓶で入ってるんですか。瓶ですね。温まってるので、あ、はい、開けるとき、やけどしないように気をつけて。ありがとうございます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 。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、乗っていきましょう。おはようございます。
ということで釧路駅着きました。さあこれから釧路駅降りて、ちょっといろいろ観測行ってみようと思います。レッツゴー。